こんにちは、みゆです。本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のマリカと一緒にやってまいりました。マリカです。今日は、マリカとプライベートラウンド的な感じでちょっとゆるく撮影できたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。森ちゃんの今レッスン受けてて、で、まあ、いよいよやっぱちょっとラウンドの回数やっぱ大切かなと思って、まあ、今日は友達のマリカちゃんと一緒にラウンドしてもらいたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。緊張してます？してます。あんましないんですか？演じてるかもしれない。さっきまでそうじゃなかったもん。じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、インコースからでショートですね。最初はパー3118ヤードです。ユーティリティ使います。ちなみにそれ結構右向いてるよ。バンカー方向向いてる。あの黄色い特設ティー狙うぐらいでいいと思うよ。ちょっと右行くと思うから。結構ユーティリティも含め気がちなくて、いいじゃん。うまっ、やったー、うまい。え、オーバーしちゃう？え、すごっ、大丈夫？え、大丈夫？やったー、嬉しい。ちょっと今日はあれじゃないですかね。もしかして期待ができる回かもしれないです。めっちゃ笑顔。いや、気持ちいいです。何番？9番をちょっと借り物に。おー、ナイス。うん、ね、バンカー入るわけです。ナイス、あれ、よかった、よかった。9ですごいな、これやっぱり。本当に本当が違う、まーす、見ちゃった。いやめちゃめちゃ笑顔ですよ、本当に。いや、でもこれ毎回なんですよ。もうニマニマしてます。結構毎回1ホール目はちょっと緊張してるからか、うん、気持ちが入ってるからか、うん、緊張がどうしてもいい感じになりますね。はっ。ちょっと撮りましょう、一回一回。とりあえずやりましょう。でもマリカちゃんはやっぱあれですよ、あれスコアどのくらいなんですか、平均ですか。平均で言うと100切ったり切らなかったり、そのぐらい。アベレージが全然ブレちゃう時も、うん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 。やばい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 、止まんない。止まれ止まれ、大丈夫。ブロック下手なんですよね。いいんじゃないでしょうか。うん、いいんじゃないでしょうか。うまい。あー、やった。あ、でもめっちゃ転びますね。全然ダメかなと思ったけど。全然ダメかなと思わないで。思った以上に転がった。いや、早いっすね。転がるね、むず。そんな早い。結構軽くていい。いや見ちゃう。うん、クラリがすごい多分なんか。そうだよね。ありがとう。このサークル内だったら今日 OK。 はい。うわ、むずむずい。頑張れ。ナイスです。ナイス。うわ、うん、OK です。むずい、初っ端なグリーンがむずいですね。まあ、2人仲良く、さっきのホールはダボで、はい、ちょっとグリーンがあれですね、下りになるとやばそうですね。やばいですね、全部そんな感じかな今日。まあ、グリーンはそうかもしれないね。パー4の284ヤードです。いい、うん、あれ
いい。今日いいじゃん。今日いいじゃんってのくれ。今日いいじゃん。確かに実力知ってるんでね。一番。でもキックして。うん。しないか。ちょっと発行してました。いやいやいや、でもすごい飛ぶ。飛びますな。どのぐらい飛ぶんですか。180とかですか。あ、80は飛びますもん。ああ、うん。そうだよ、200は飛ばない？200飛ぶ飛び。飛ぶ飛ぶ飛ぶも。今になる。あ、そう。今日はみーちゃんの運転なんで。いえ、任せてください。今日も靴待ってしまったりしてる。そう。あ、まあでもこれ、あの、ボタン押すだけ。急な止まり方でブレーキを踏まないでください。めっちゃ一番飛んだドライバーいくつぐらい覚えてるので、まあ、230近い時は。マジ？でもラウンドだとなんかちょっと転がってとかはありますね。ゴルフはやってどのくらいなんですか？なんか熱がすごい入って真剣に始めたのが。打つ人の前には出ないよ。ご注意ください。1年半前。はい。すごい。コロナ期間で。ああ、なるほど。周りの人たちがすごい走って一緒にやろうって思って。おお。みーちゃんめっちゃいいところじゃん。やりました。真ん中です。来ました。珍しい。おい。おい。ピンまで隠さない。あの、僕もそう思ってます。知ってるからもう何を隠そう。私お山の上まだまだ179ヤードあるのでウッドでできる。いきます。いいじゃん。おお、まあまあまあ、うん、打ち上げだからね。ああ入るな、入るな。入った？わかんない、ちょっとわかんない。危ない。入ったよね。なんかえ、みゆちゃんとは結構ゴルフも行くんですか？ゴルフも行きますね。ああ。一昨日も一緒に行ったんで。あ、一昨日も。一昨日みゆちゃんどうだったんですか？みゆちゃんボロボロです。ボロボロ。じゃあ今日はいいですね。バンバンしちゃったような気がするんですけど。100万円です。はい。やばい。うん。ピッチングで。なんかグリーン周りもバンカーすごいから出ればいいやぐらいじゃない？多分。はい。で、できる限り距離をちょっと出したいというピッチングで、サンドではなく。よし。うまい。うまい。ナイス。よしよしよし。出て稼いだ。ナイス。高いか？あ、こぼれちゃった。あ、ちょっとこぼれちゃった感じですね。ラインよかったですかね。うん、そう、すごい重なってました。これあれじゃない？30ヤードぐらいじゃないの？そうですね。グリーンの端まで30ヤードなので、30で落としてちょっと転がる。ワーフバイクぐらいだっけな、30。危ない。いや、ちょっとダフっちゃってて。そうですね、うん、いや、やっぱ抜けてる方の方がやっぱ振り幅がなんかビビってるよね。そっちの方が必ず大きくならないといけないから。どうしくない、どうした。大きくならずに。いやー、これしちゃうよね、私。ナイスナイスナイス。ギリギリ出た？ OK 入ってます。やった。もう結構が怖いので、私もパターに切り替えます。怖いか。
いやー、弱いか。ナイス、ナイス、ナイス。うん、OK です、はい。さっきのホールは8と。私が8です。と、ダボです。ダボ。まあ、バレ始まったばっかで。でもなんか8だったけど、なんか悪くはないと思う。なんかミスしちゃうかなっていう、なんかこう、アプローチ難しいですよね。グリーン周りが。アプローチ惜しかったですね。うん、もったいない。ねえ、マリカも珍しい。2人は年齢も完全に同級生なんですか？一緒です。 いつから一緒なんですか？学校も一緒なんですか？高校が一緒なんですよ。ああ、仲良かったんですか高校の時に？高校結構遊んでたよね。ちょこちょこ。あれ結構とちょこちょこ結構とちょこちょこ違いますよね。部活が最初一緒だったけど、そうそうそう、そのすぐ辞めちゃったんで。ああ、何部だったんですか？あ、バレー、バレー。私チア、高校生の時チアやってました。お、あれバレーやってなかったっけ？それバスケじゃない。あ、バスケ。バスケは違うんだ。中学校までやってたんですよ。あ、なるほど。でチア入ったんですけど、チア辞めちゃって。でも結構私的には遊んでた方だと思う、遊んでます今でも。どういうタイプだったんですか、この学校で？あの、なんか、あの、なんか課が全然、あの、端と端の課だったんで。でも昼休みになると、うん、あれかって来るんですけど、うん、声が大きくて、私がなんか、マジ本当うるさいとか言って、うん、その時の方、今は全然そんなこと思ってた、そうだよね、高校生の時はうるさい。ギャギャしてたんだ。そうそう、やっぱりこう、なんかご飯食べ行った先とかでも、どうしてもこう盛り上がっちゃって、声が大きくなっちゃって、うん、もう隣ですっごい嫌な顔してるっていうのはすごい覚えてます。まあ元気だったってことですね。すごい元気でしょ。今結構おとなしくなったよね。全然。ああ。だいぶ変わりました。逆に私の方が声でかいんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。声が通らないから、どんどん声大きくなる。はい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 。今日もモーニングコールすごかったですよ。どういうこと？もう、マリカ起きてる。ああ、してあげたの。うん、ゆいちゃんはそんな可愛い声で電話してる。確かに、確かに。どういう感じ、どういう感じ。マリカ起きてる。こんな感じ。友達さん。そしたらもう、マリカからの、ガサガサガサ。どんな感じ？もう、声が出なくて。ああ、寝起きじゃん。なるほど。元気だったんですね。うん、まあ、今でも元気ですけどね。声大きかった。恥ずかしい。今思えば恥ずかしい。すごい恥ずかしい。わかりました。はい。これなんか、左の方、カート道になろうかな。巻いた。なんか左行くの珍しくない？珍しいです。うわ、ちょっと前進とかにしときましょうか。多分、あれですよね。ありそうっすよね。狙いはマリカと一緒で。あれ、いいじゃないですか。あ、ちょっと、でも、うん、やべえじゃん。よいしょ。はい、ありがとうございます。いきましょう。はい、ありがとうございます。みーちゃん2段目なの。マリカ何段目？4段目。イエーイ。ごめんなさい、いつも煽るからね、2人で。そうなんだ。なんかどんまいどんまいみたいな掛け合いないよね。確かに。いい、はい、ざまーみたいな。そんな感じだから。はい、ざまー。もう、行いが完全に悪いよね。いやー、なんかねそんな気がした、今。おお、いいね、ズンズンいってるよ。やめて。あ、おお。あんなバンタジーが嬉しくない？笑顔がすごい。あ、じゃあまだ150あるのね。150以上あるんじゃない？ねえ、これ味方知ってた？じゃあ左見るの。すごいじゃん。この間教えてもらったの、先生に。うわー、頑張れ頑張れ頑張れ。ナイスラン。頑張れ頑張れ。ナイスラン。結構あれですね、アップダウンが激しいから。うん、ランで見た方がいいですね。ウッドユーティリティ今日いっぱい使った方が良さそうですね、いつもだけど。うん、ここすごい打ち上げと打ち下ろしが
な高低差がすごいあるね。すごいですね。ねずっとこんな感じが。つま先上がり下がりとか。スコアを難しい。じゃあ残り100ヤードを100ちょっと打ち上げなのでユーティリティで軽く。OK。いい。もう全く見えないからどうなってるんだろう。ちょっと行ってみましょう。なんかこうスタンドフルスイングで。壊滅的な。いや、やばいよね、これ。アリの巣。アリの巣？ちょっといいかな。開かない。お姉さん、うん、ナイス。ここはもうしょうがないですよね。めちゃめちゃ距離が短くて顎が高いから。怖いよね。とても。うん、でもいいと思います。ちょっと跳ね方がね、前に行ってくれればすごい、ね、そう、ちょっと横に行っちゃう。うまい、いった。あーでも右来た。え、おお、やば、何ですか。6です。おお、すごい、なあ、綺麗だ。綺麗です。めっちゃ叩いちゃった。らしくない。みゆちゃんが？はい。私が。私がです。